はい、どうも、秘密結社ひがま総集8でございます。今回の一口話の話題ということで、久しぶりですね。フルボート、テレビ静岡賞に特別登録ということで、9ヶ月ぶり、ちょうど9ヶ月ぶりの出走となります。前走が1月16日、このテレビ静岡賞が10月16日ということでね、浜松ステークス以来だったかな。中京の、ダート 1400m 戦以来のレースということで、東京で復帰ということになります。長期休養明けではあるんですけれども、調教もね、今回の南部杯とかのね、出走予定馬と合わせて、先行していたもののね、相手が合わせてきてからの叩き合いでは互角以上の動きを見せたってことで、条件馬としてはもう上々すぎるぐらいの追い切りができたというふうに聞いています。そしてね、このレースの出走予定馬としては、青山陽一さんのイグザルトっていう馬ね、3歳馬、強い3歳馬がいるって話なんだけれども、前走前々走とダミアン・レーンが鞍上で、レーンもね、短期免許で来るなんて話はあるんだけれども、これがね、秋華賞の裏の東京なんで、秋華賞の方に用意するでしょう、馬。東京で乗る可能性は低いと思うな。そう考えると、相手はレーンに乗り換わっての、連勝からの乗り換わり。こっちもね、騎手はね、確保誰になるかなってところなんだけれども、経験値でね、これまで乗ってきた騎手とかって誰かってなれば、そんなに不利にはならないのかなってところですね。こっちがね、騎手起用って点では有利なのかなと。ということはね、それなりの騎手をね、確保できれば G1 裏ということで、超トップジョッキーはね、京都行っちゃってますからね。京都じゃない、阪神か、今年は。来年からまた京都に戻るね、というような感じで、今日、阪神競馬場に行っちゃってますから、そんなにね、いい騎手も確保してくれるとは思うし、そうなるとね、今年から準オープンも、何周出走してないかで優先出走がね、決まるようになったんで、中9ヶ月の休み明けってことは、今回出走できないってことは絶対ないはずなんでね、全馬長期休養明けで10何頭フルゲートってなったら、それは恐ろしいわって形で、問題なく出走できるはずなので、今回も、準オープン上がってからもね、ちゃんと上位来てますからね、休み明けとはいえ、今回も十分に期待をしていきたいなと。それこそね、ノーザンファームさんのね、その辺の調整能力、仕上げる能力っていうのは、もう信頼を置いてるからこそのキャロット会員なんでね、ここは期待をしたいと思っております。以上、ハッチでした。